ことですよね。なんか本当にそう思いますね。でね、子供の時の、ね、写真とかもね、なんか出したらね、うん、そうお父さんがね撮ってくれてた、この間出てきたんです、父が撮ってくれた私のモデルにして、3歳ぐらいの私の写真がいっぱい出てきて、はい、モデルになってました。そうなんですね、はい、でもその離婚とか病気とか、うん、お父様への葛藤とかというのを経験されてるからこそ、うん、被写体を見た時に、うん、なんかその言葉じゃない何かで、うん、その方の本質みたいな、うん、使命みたいなものが見抜けるようになってるんでしょうかね。そうですね、あの本当に見抜いてるのかどうかわからないですけれども、うん、私はあのやっぱり応援したいんですよね、うん、これも気質なんでしょうね。応援してるのがすごい好き、うん、だからこの人応援するで、集客ね、お客さんとかがこの人にいっぱいこう寄ってくるような、ファンになってくれるような写真ってどんなんだろうって考えるのがもうめちゃくちゃワクワクするんですよ、うん、そうだから、なんかそのためにはどういう写真撮ったらいいのかなっていうのを考えて考えて掘り下げていくのがすごい好きなの、うん、そう好きでやってる感じです、ね、うん、いいっすよね。佐古さんいかがですか。あ、ね、本当に素晴らしいなと思って、うん、なんだろうな、なんか本当にね、そのそれまでね、なんかまあ旦那さんと離婚した直後はね、うん、なんかそれこそ恨みのエネルギーでね、うん、最初スタートしてたと思うんですけど、でまあそれでね、営業ね、まあ、営業の時もね、あの成績はすごくね出されてたんですけど、やっぱりあの恨ね、根がやっぱりそのね、うん、見返すみたいなエネルギーなんで、うん、やっぱ持たないんですよね、うん、あの短期間はできる、頑張れるんですけど、でこれってよくあるんですよね、なんか起業したいとかっていう方とか、ね、あのやっぱりそういうちょっとね、嫌なことがあったりとか不幸なことがあって、それを見返すために頑張るって、まあでこれって初速はいいんですよね、うん、スタートダッシュはいいんですけど、だけど途中でエネルギーが切れていく、切れます疲れちゃいまして、うん、自分もなんかどす黒くなってきちゃうなんか汚れた、だから悪口とか、悪口っていうか、なんかもう愚痴が多かったかな、その頃、うんうん、そうなんです。だからそういう形でやっぱりね、でね、お金はあるんだけど、なんか全然満たされてないんで、うん、そう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 、なんかでそれをまたなんかいろんなものにね、買い物に使っちゃったり、なんかいろんなね、いろんなものに使っちゃってみたいな感じで、幸福感がない、そうそうなんです。でもその苦しい時に利子財団に声がかかったというか、知ったっていうのは、うんうんうん、どうして利子財団を知ったんですか。それはですね、あの坂本先生の奥様と私があのお友達だったんですね、10年以上の、あ以前かな、うん、そうなんですよ。それでうちの旦那さん企業塾やってるんだみたいなのを聞いてたので、うん、ふーんみたいな感じだったんだけど、あそういえばと思って、うん、こっそりこの本読んでふむふむふむとか言いながら、うん、これは行こうかなとか思ってそれで行ったっていう感じ。なるほどね、本当人のご縁って分かんないし、そうです ね, ね、なんかだから本当にこんなにね、なんかすごい輝いてね、うん、くれてって、でも本当ね、今その魂の仕事っていう形でねされてくれてるのは、あの僕もすごく嬉しいなと思いますし、うん、でもね、本当そういう風に自分のね心から望む仕事っていう形でやっぱやってる本人がそう思ってないと、うん、やっぱそれって伝播していかないですよね。そうですよね、うん、で僕はそのなんだろうな、その営業とかその集客の基本って僕はここだと思うんですよね、うん、やっぱやってる本人が一番楽しいし、うん、喜びになってるっていうものがあるから人に伝えたいって思うし、うん、宣伝したいって思うんですけど、そこがないままなんかただ機械的にやっててもやっぱ限界ってあるかなっていう、うんね、でもやっぱそこからやってたんで、そういう奇跡ね、多分本当に奇跡だと思うんですよね、なんかその、うん、ね、仕事やっててね、コロナで仕事もなくなって、うん、なのにね、でもね、そこで覚悟を決めてやるってなったから今ね、いろんなお仕事がね、うん、来られてるって、でこのやっぱ本当覚悟を決めるって本当にね、はい、すごく大事なところ、そうですね、先に覚悟ですよね。そうなんです、そうですね、本当に、はい、そうするとね、周りからなんか応援してくれたり、手伝ってくれたり、助けてくれる人がなんか来てくれるんですよ、ね、うん、でこの間あの、ね、ニューヨークで個展開いちゃったっていうのも先に決めたんですよね。行くって決めたらこう、そうですね、うん、ね、決まっちゃったっていう話ですからね、本当に。でこうやってお話聞いてると、やっぱりこの明るさとか覚悟とかになんか引き寄せられていくっていうか、だから撮ってもらいたいと思いますよね、うんうん、これがなんか
言い方ですけど普通の写真家で、うん、あ撮りますよみたいな感じで言われるとあまたお願いしますと思ってチャンスあったなと思うけど、うん、なんかこうなんか引き込まれていくっていうか、うんうん、だんだんそうなっていくなと思いますね。ありがとうございます。では次の話題に移りたいんですが、はい、これからはどうしていきたいとかっていうのあるんですか？あ、そうですね、これから今までは起業家さんとか婚活とかアーティストさんとか撮ってたんですけれども、はい、あのウェディングフォト、はい、要は結婚式をしないカップルの方をウェディングフォトとして撮影させていただくっていうのを改めてリリースしたんですね。まさかテレビとかでなんか東京駅の前で撮るとか、うん、なんかある見たことあるんですよ。ああいうの、はい、ではないんです。あれではないんです、うん、あれは前撮りっていうものなんですよね。あれは結婚式もするけど、うん、別に写真だけを撮る。そうですそうです、そうです。そらさんがやりたいのは結婚式を挙げないけれども、うん、そうです、写真を撮る、写真をしっかりと残すっていう。ここに、はい、そうなんです。まあ、見てる方はちょっと遠いかもしれませんけれども、ちょっとこんな感じですね、はい、このような写真なんですけれども、あ、見えますかね。はい、これお母さんとお嫁さんのね、あのお写真を、まあ、お見せしてるんですけれども、私がこのウェディングフォトを始めようと思ったのは、うん、そうやって結婚式をやらない場合って、うん、ご両親にお手紙でね、お父さんお母さんありがとうってこう告げる場面がなくなっちゃいますよね、うん、そうするとお父さんもお母さんもちょっと寂しいんじゃないかなっていうのもあって、うん、お父さんお母さんがにありがとうを伝える、そういう写真があったらいいかなって思って、うん、このウェディングフォトを始めたんですよね、うんうん、でこれはお父さん、あ、お母さんとお嫁さんっていう写真なんですけれども、うん、やっぱりお嫁さんと、あ、娘ですね、娘と、うん、お母さんって同じ方向を向くんですよね、うん、女同士って、うん、同じステージに立つっていう感覚なんですけども、うん、それでなんか同じ方向向いてるんですよこれ。あ、っていうのもあるし、今度お父さんの場合はちょっとテイストが違って、うん、お父さん、まあ、いろんなのがあるんですけど、お父さんのはもうこれがね、私はどうしても撮りたくって、うん、要は今これバージンロードを歩く前のお父さんに甘えてる、最後に甘えてるお嬢さんの写真なんですけれども、うん、なかなかねこういう写真ってないと思うんですけど、お父さんにとってみれば、もうちっちゃい時からね、娘のことを育ててきて大事に大事に育てたわけじゃないですか。でお嫁に行っちゃうとちょっと寂しかったりしますよね、うん、だけどお嫁に行った後にこの写真をね見て、ニヤニヤしてほしかったんです。泣いちゃいそうですよでしょう、そうなんですよ、うん、でもやっぱこういう写真ってカメラマンに、はい、じゃあこうやって肩乗っけてって言われないとなかなかね、いや、やらないですよ、ね、それはなかなか恥ずかしくてできないじゃないですか、ね、できないですよ。だからその場を作るっていう感じですかね、はい、でもちろんお二人の二人で、うん、新郎新婦の写真もあるし、あ、そうですそうです、はい、そうですね、こういう新郎新婦の写真とかもこうやって撮らせていただいてますね、うん、はい、でこれ一冊でその一カップル分、あ、そうです、このカップルの、はい、方の分 で、それはご本人の希望と、はい、それからそらさんの方の提案とで、はい、こういう絵撮りませんか、いいと思いますよって言って、はい、そうです、まああれですよね、お二人と、うん、それからお嫁さんの、はい、まあ、ご両親中心だけど、はいはい、まあ、旦那さん新郎側のご両親とかも含めて、うん、そうです、もしかしたらおばあちゃんがいたりとかは、その場合によってそうです、何ページぐらいでこんな写真どうでしょうかって言って、うん、はい、日取り決めて写真撮りに行く、そうです、ご希望聞いて、ありがとうっていう感謝を伝えるっていうのですね、うん、はい、ご家族でね、はい、うん、その写真ですね。きっかけは婚活写真なんですか？はい、そうですね、婚活の方でもう結婚が決まって、うん、ソラさんに撮ってほしいんだけどって言われることがやっぱり多いんですよね、うん、だけどやっぱりその時にウェディングフォトってやっぱりちょっと特殊ですし、うん、結構大変なんですよ、準備もいろいろなので、やってないんですって断ってたんですけど、うん、やっぱり結構続いたんですね、そういうことが。その時にふと思ったのは、
あのこうやって必要とされているのにそれをお断りするっていうのは、うん、やっぱり間違ってんじゃないかなって、私のエゴなんじゃないかなって、うん、なんとか工夫すればあのきちっとできるんじゃないか、私の知らない世界ですけれどもウェディングって、それでやろうって決めたんですよね、うん、あとはやっぱりあの起業家さんとか撮ってるのはもう自分の中ではすごくやりやすい安全地帯なんですよ、うん、なんだけど未知の世界なんですよねウェディングって、うん、やっぱ全然違う、いろんな人巻き込まなきゃいけないし準備もいっぱいいるし技術も必要になってくるし、うん、だから私にとってみればすごいハードルが高い別世界だったんですね、うん、だけどそこ飛び越えたくなったんですよ、うん、そうすれば私の幅も広がるし幸せになれる、幸せにしてあげられる人たちがいっぱいまた増えると思ったらやりたくなっちゃったんですね、うんうん、やっぱりこれは私は天職としていただいてる仕事なので、うん、それに制限をかけちゃいけないって思ったんです、うん、それがきっかけですね、はい、素晴らしい。坂本さんいかがですか今の。いや、ね、本当に素晴らしいなと思いますし、ね、そうやってなんだろうな、お客様からね何か取ってほしいって言われてるっていうところ、うん、でそれをね最初はね自分の領域で、あそれはできないってねお断りしたのがね、やっぱそれがね続くことで、じゃあどうやったらできるかって考えていくってこと、うん、これってすごく本当大事だなと思って、うん、ねあのそう実はできないって決めてるのって実は自分の枠だったりするので、うん、そうだからそれをじゃあできるとしたらどうできるかって考えてね行ってね、うん、未知の領域ですけど、でもそれをここに自分がやってみたいっていうね形になってね、こういうね素晴らしい、うんね、写真になったなっていうふうに思いますよね、うん、坂本さん以前にねやらないことを決めることも大事で、うんうん、こうずれていっちゃうから、うんうんうん、とそのやらないことを決めるっていうことと今の安全地帯を出るっていうのはどういうふうに考えていったらいいんですかね、うん、そうですね、なんかその方のフェーズによると思うんですよね、うん、なんかあの広げすぎちゃって当然ね、うん、あの絞っていかないといけない時期もあると思うんですけれども、うんうん、さっき言ったようにね、あのその、まあ、同じお仕事っていう形になってきて、まあ、成長がないなって時にはやっぱり一つ枠を超えてやってみるっていう時期も当然人には来るので、なんかね、ちょうどそういうタイミングでこれね、あの、まあ、ニーズもあってそこのお仕事につながったのかなっていう気がしますよね。これニーズがなくて出るのと違いますよね。そうですね。もうやってくださいお願いしますよ、うん、なんでやってくれないのっていうところで、だからあ私の安全地帯かなってそうですって感じるんですよね、うん、そうですここでもっと儲けたいとか、うんうん、もっと役に立てるはずだなんて言うと、うんうん、もうちょっとエゴが乗っかってるのかもしれないですよね、うん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 、あと思ったんですけど起業家の写真とか、はい、婚活の写真とウェディングフォトって決定的に違うと思ったんですよ、うんうん、撮り直しが効かない、あ1回しかないのがウェディングフォトなはずですよね、うんうん、そうです、はい、まあ、再婚したとして2回目撮るかいるかもしれないですけど、基本ウェディングフォトはお互いに一生1回の人生を分かち合おうと決めた時の思い出じゃないですか、うんうん、そうです、ね、起業家写真は来年撮るとか再来年撮るとかもあるし、うん、婚活もちょっとこれ違うなと思えば、うん、そうですね、撮り直して出し直すことは可能ですけど、はい、こればっかりはなんか、うん、そうですね、行かない写真だなと思って、うん、そうですね、で、うん、その一族、うん、そうですの全てがね、はい、凝縮されてる、うん、これがあの写真集になるわけじゃないですか、そうですね、そこにこう踏み込むっていうのは、いやもう怖いですよ、すごいことだなと思いますよね、うん、そうですね、だからもうあの起業家さんとかを撮ってた時よりももっとやっぱりあの勉強しなきゃいけないこととかもいっぱい増えたので、うん、もう必死になって勉強しました。勉強って何を勉強するの？あのやっぱり露出がどうとか、あ構図がどうとか、そうですね、そういう勉強なんです。そうですね、今まではやっぱり屋外とやっぱりあの狭いスタジオでの話でしたけど、はい、こういうところってやっぱりすごく大きいところなので、はい、やっぱり技術が必要になってくるんですよね、うん、でやっぱりウェディングフォトならではの、 あのポージングとか、あとあのライティングもありますし、あとやっぱりウェディングドレス借りるのってどこから借りたらいいのとか、うん、あじゃあヘアメイクさんどうすんのとか、うん、いろんな人を巻き込んでいきますよね、うん、だからそういうことも勉強しなきゃいけなかったですね。なるほどですね。え、こういうのを希望するときは、うん、ホームページから、あ
はい、そうです、あの問い合わせとかがあって、はい、そこにウェディングフォトお願いしたいんですとか、はい、起業家写真お願いしたいんですとか、はい、こう頼んでいけば、はい、そうです、あの私にあのマオカソラ の、 あの、はい、公式ホームページがありますので、マオカソラで検索していただけると、うん、あのそこに申し込みがありますし、インスタグラムもやってますので、うん、あの DM とかでお気軽に声かけていただいても、マオカソラで検索するとすぐ出てきますので、はい、声かけていただければと思います。今はウェディングフォトなんですよね。あのウェディングフォトも企業家さんもやらせていただいて、両方やって、はい、例えば就活的なやつとか、就活 の、 あのなんかあの証明写真とかですか。いや、そうじゃなくて、あ、終わりの活動、終わりの、あ、まあ晩年じゃないですけど、うん、なんか僕は欲しいと思うんですよね、うんうんうん、メモリアルフォト、ね、そう、そんな感じの、はいはい、あのご希望があれば、もうそのとにかく私はとにかく撮影する前はヒアリングさせてもらうので、うん、どうして私なのかとか、うん、どうしてそれを撮りたいのかとか、うん、そういうの聞かせていただいて、でお互いにあのウィンウィンだねって、ウィンウィンねっていう言葉があってのかどうかが、お互いになんかいい作品ができそうだな、いい写真に目指せそうだなと思ったら、そこで初めて決まるっていう感じですね、うんうん、やっぱり役に立ちたいっていうのがすごい、うん、強いんでしょうかね。そうなんです、やっぱり私はいつ死んでもいい生き方っていうのを、うん、まあ息子のねこともあったので、うん、自分の命っていうものに今すごく意識を持って生活してるので、明日死んでもいい生き方っていうのが私のテーマなんですね、うんうん、そうするとやっぱりあのね、なんか残したいんですよ、やっぱり自分がこん、うん、愛を込めて撮ったっていうことを残したい、うんうん、そう、そこが一番自分のこだわりですね、うん、愛なんですね。愛です。写真って結局何ですかって聞けば愛って答える。愛です、私の愛です、私の愛ですね私の愛がもう形になってるっていうことですね、うん、だからもう愛はいりませんよ、別に普通にかっこよく撮ってくれればいいですよっていう方にはお役に立てないかもしれないです。私は結構ヒアリングとかめんどくさいので、うん、そういうの、ね、そういう方にとってはめんどくさいじゃないですか。ヒアリングとかいらないよ、もうバチャバチャっと撮ってくれればいいよっていう人にとっては、ああ、なるほど、うん、めんどくさいかもしれないです。だからなんか世間でいう宣材写真レベル、あ、なんかちょっとかっこよくとかように、うんうんうん、それでいいんですよっていう人だったら、逆に言うとあんまり声かけていただかない方が、あのお役に立てないかな、もっと安くてもっといい人はいるかもしれないです、はい、私はそういうのはできないんですね。感情移入しないとできないんです。心閉じてる人もダメなんですよね。だからでもやるときは撮ってもらいたいと思うけど、うん、なんかいろいろ聞かれてると、うん、いや俺はそうじゃねえよとかってなっちゃったら閉じてるってことですよね。そうですね、そしたらもうしょうがないですね、うん、ちょっとご縁がなかったですねっていう。そうですね、はい、ごめんなさいですね。でもさ、こういうふうにこのこういう人はちょっと私に合いませんっていうのははっきりしていいですよね。そうですね、なんかそこの自分のね、やっぱりね、あのこちらの価値観もねはっきりしておくと、まあお客様もねそれを元に選んでいただければいいですから、うん、ね、そこの合致した人とまあね一緒にね、あの、うん、お仕事していくっていうのはすごく素敵だなと思いますよね、うん、はい。まあだんだん最後の方になってきたんですけど、坂本さん、こういう方が利子財団のねコースを受けてくださって、こう自立していくっていうのはどんな、もう幸せ妙理ですかね。そうですね、いやすごいなと思って普通に、ね、僕はだから、ね、別に、ね、そのカメラマンとしてのね、なんかそのさっきのウェディングフォトのどう、ね、やっていくかとかは別に教えてるわけではないんですけれど、うん、ね、その自分の魂に従って生きるっていうところ、でそこから全部発想していくっていうところはお伝えさせていただいて、ね、あの、まあ、それの背中を最初ねちょっと押させていただきましたけれども、なんかこれ本当にそれを、ね、体現していただいてるなっていうのをすごく感じるので、うん、でね、あの真岡さんのそのね愛をね伝えたいね、そのでそしてその方の愛をね引き出してあげたいっていう、うん、なんかその思いがなんかこういう形になって、でそこでねお仕事としてちゃんと価値も生まれてるっていうところが本当に素晴らしいなと思うので、なんかまあこういう方が本当に増えてってほしいなって、うん、そしたら仕事が楽しくなるなと思って。まあ、そうですよね、うんうんうん、そう楽しい本当楽しそうですね、お顔が見てて幸せ。多分ね、遠慮時代に、ね、やってた、ね、仕事と多分、うん、もしかしたら働く時間は変わらないかもしれないけれども、質が
人生の質が全然違う。もう感謝しかないです。うん、うん、もう感謝しかない。生きてることも感謝だけど、うん、もう励ましてくれる人、もうお客様に来てくださること、もう全部がもう感謝しかないです今。もうそれしかない。じゃあ保険の時は怖い顔で、怖い顔でもう作り笑いで、もうなんかテクニックに走ってどうしたらどんななんかクロージングすればなとか、なんかそんなようなこと何回も練習したりとか、全然違います。そうなんですね、はい、じゃあ今が最高ですね人生。いや本当にありがたいですね、はい、ね、はい、でこのウェディングフォトがねどんどんね、はい、撮って、はい、その方のね人生の思い出に、はい、なっていただければね、はい、またそれが幸せですよね。そうですね、はい、もうね時間になってきました、はいはい、1時間話してみて、はい、ソラさんどんな感じだったでしょうか。いや最初すっごい緊張してて、あ自分で何言ってんだろうとか思ってたんですけど、すぐにねもうなんかすごい上手にこう導いてくださって、こうやってねなんか1時間も自分のことを話せるって、うん、本当ありがたいなって思いました。こうやって聞いていただいて、あ私って結構こう人の話を聞くことが多いじゃないですか、はい、やっぱりね。だけど自分のことをこんな風に話させていただける機会をいただけたっていうことが本当にありがたいなっていうふうに思いました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。佐久間さんいかがだったでしょうか、はい、いやもう本当にね、そらさんのこの成長が本当素晴らしいなと思いますし、本当その魂が本当に花開いてるなって感じがしますし、それがね、一人のね、人を取っていくっていうところから、その今ねその方の家族とかまで巻き込んで、ね、家族みんなが笑顔になるっていうところにね今成長されていってるっていうのが、これからがまたすごく楽しみだなと思いました。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではこれで、時間になりましたので終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。